どうもこんにちは元気ですか教えてください僕に野球を僕に野球を教えてください 何戦見りゃいいんだろう何戦見んの見てんのみんな。広島・阪神、d n a ヤクルト、西武・ロッテ、ソフトバンクにチャーム、楽天・オリックス。何が一番熱い今、一番熱い試合は何教えてくれ。俺に。米ぶ出すか 指が出などこどこがいいの教えてどこ見ればいいのオリックスってあれじゃなかったっけリッカ様の旦那さんがいるやつじゃないの 違ったったけどれ見ればいいのおすすめえマジでじゃあそれでしょじゃあそれ見るわオリックス対オリックス対楽天見るわ全然わかんねえ 全然わかんねえよ。なんか外国人が、打ってるのはわかる。今。ラグドングなんだろうダゾーンと、あれで。え、外国人対外国人じゃないピッチャーも外国人なの今俺、えっと、楽天対オリックス見てます。 書いとくテキストで楽天対オリックス見てますオリックス今アウトになったあーあー今アウトになったあーでもまあ <laughs> まあ30秒ぐらい俺の方が遅いかなでもそんな思ったよりないね 思ったよりない。えー、楽天、VS、オリックス、見てます。よし。どうも。教えてな。d h じゃん。 知ってるよ俺、DH。あれでしょあのー、なんだっけ守備しない人でしょトシ君が DH でよく戦ってたの覚えてる。守備しない人でしょ ?DH は。打席にだけ出る。え、なんか違う。なんか前に、俺がね、 サッカーを見るためにダゾーン入ったんだよつって。サッカーの話しようぜつったらみんな野球しかわかんねえよーみたいな気持ち悪いオタクたちが。野球オタクたちが。野球見ようぜとか言ってたから。仕方ねえなって。野球見てみた。<laughs> 野球見てみた。見て見てる今。 野球、野球しか知らねえよってみんな言ってたから、オタクたちが。しゃあねえなと思って。一回まあ、俺もね、見ないで否定すんのはよくないから。あー、ダメじゃん。<laughs> ダメじゃないか。あれ、俺どっち応援してんだオリックスを、負けてんじゃん、バファローズ。<laughs> ロドリゲスいいんじゃん。 あれバファローズ若月。若月。え、まだ1時間とかで3回までしか行かないんだ、野球って。ね CM 入ったんだが。いや野球って CM とかあんのダゾーン CM 入るんだけど、野球に。CM なんかねえよな。どういうことだぞ、ダゾーンお前。 野球に休み時間はねえだろ教えてくんないとさ。死またぐこともあんのバカじゃん。あ、お水持ってくれよかったなあ,あ、そっか。これ、読み上げみんな聞こえてないから俺キリタン切ろ。俺だけキリタンと会話してるから。あ、ダゾン一瞬だった。広告。 あ、なるほどね。この、チェンジの時の、休憩というか、投球練習とかの間に、広告を入れてくるんだ。へー。ダゾンもやるじゃん。え、何はこれ、一回ごとにあの、マウン、なんだ、あそこの土んとこ、調整しなきゃいけないの野球って。大変だな。情報量が微妙に多くて、ズームの授業中に聞けない。どういうこと 走って帰っていった。みんな。土をヘイレしてた人たちが走って帰っていった。大変だな。オリックス負けてんじゃん。バファローズ。2点って、2-0って結構サッカーだと絶望的だけど、野球だとどうなの 若月何番 ?2 点差 <noise> なら全然あ、そう。まあ、まだあと5回ぐらいあるもんな。<noise> 足にかっこいいのつけてない何あれジェットパックえダッシュパックみたいなのつけてあ、強い <laughs> 俺多分すごいラグあると思うんだよね。地上波で見てる人に比べたら。 今ヒット取りました誰かが西浦が何もわかんねえ <laughs> 何もわかんねえどうしようもっとわかる人が来てくれないとポンタじゃんあババファローズってポンタなんだ いいの打率3割って高い,高いの高いよね ?3 割打者っていいって言うもんね。この人強いのじゃあ。名前わかんないけど。常に名前出てくるんないかなウィーレみたいに。右上とかに。 135キロ。160キロは出ないの <laughs> 俺、メジャーの知識しかないから、160キロは普通に出るもんだと思ってたんだけど。そんなことないもしかして。<laughs> おじこんラゾーンないから、阪神対広島見てる。おい、楽天対オリックス見ろよ。同じの峰でどうすんだよ。 同じ度見なかったら何の意味はねえだろうが <laughs> 全然関係ないけどまたプリコネ石窪さんね見た見た <laughs> 全然分かんねえ野球なんかやっぱサッカー見た後とかだと野球のなんていうの スピード感が足りなく思っちゃうえマスクしてんじゃんミズノのマスクしてるかっこよこの試合どっちが応援してますかまあやっぱりバファローズでしょうえバファローズだよねあれがいるのは バッファローじゃあバファローズでしょもちろんえフォアボール大丈夫なのそんなの大丈夫ぐちゃぐちゃになっちゃってない 僕今住んでるの楽天生命パークから歩いて30分ぐらいのとこ住んでるへえ見に行けばいいじゃんえここ楽天生命パークでやってんのう<ー>んかサッカーってさ常に動いてるじゃん何かしらがえ外国人じゃん アデルえまだ無観客試合じゃないなんかお客さん入ってるいっぱい。さっき少年が応援してたよ。石橋やばくないボールすごくない石橋。石橋ボール多くない大丈夫なのこんな。ボールいっぱいで石橋。今5000人限定。へー。 ロドリゲスだから4番ロドリゲスロドリゲスだった外国人だから絶対超打つでしょホームランでしょホームランホームラン見せてくれホームランそうだ、ね、観客席スカスカだね2席ぐらいずっと開けてみんな見てる ファール取るとストライクになるんだっけ道中はルールもいまいちアイリス大山じゃん楽天のスポンサーなんか分かんないけど安い家電メーカー外国人 吹き飛ばされてんじゃんスイングすごい速いよね当たってればやばそうなスイングわかんねえちょっとなんかこれはすごいわみたいなプレイがあったらみんな教えて何もわかんないから なんか低い構えの人が来たね。ヘツの位置が低い。えなに T を語って名前かっこよくない あれみたいな感じ ?t2000 みたいな。ハーミネーターなのもしかして。シュアちゃん何で t 岡田って。ぬ <laughs> るくないなんか一人だけ。名前めっちゃかっこいいんだけど。いい岡田なんで野球ってさ、構えが。 岡田隆弘の T。あ、岡田が2人いるってこと岡田が2人いるから T ってこと登録名は結構自由にすける。へえじゃあジャイアントカウショができるってこといいな 俺も野球選手になってジャイアントかぐじになろうかな。野球ってみんなあれだよな。ほんとに。そんななんか、フォームが、結構そのなんかさ、野球選手モノマネみたいなのでもさ、浜江のモノマネやるじゃん。みんな芸人とかも。なんか形はないんだね。答えみたいなのはないんだね。 それもまた不思議だよね。結構不調じゃない石橋。うわ、ガム食ってる。いいなガム食ってるおじさんが今映し出されてる。外国人。ガム食ってた。ずるくない えく、ー、フォーボールだって。ぐちゃぐちゃじゃん石橋。大丈夫なの石橋。こんなぐちゃぐちゃで。やばくないこういう選手あの、茂野五郎みたいに。 ま、満塁じゃないと本気が出せない選手。重野五郎君は、あれだって言ってたよ。ランナーがいればいるほど、球が走るみたいな。白骨野球見てるとか珍しいですね。いや、なんか、みんながみろみろって言うから、見てみてる。 ラゾーンっていうスポーツ見放題に加入したから、なんかサッカーだけ見んのももったいねえかなと思って、とりあえず、野球もみ、見てみた。ハマれば。でも教えてくれる人が全然いない。野球とサッカー以外、え、えっ、ー、とね、なんでもあるよ。スポーツなら大体ある。えー、テニス、ボクシング、ゴルフ、モータースポーツ。だって。 バスケとかないのかなまあ、サッカーだけ見れりゃ、自分だけどね、それでもね、サッカー見放題チャンネルとして、なんかサッカー、相撲とかはさすがにないんじゃないうわあ外国人ガム噛んでんじゃん。かっけーいいなーガム噛んでんの。俺もガム噛もうかな。うわフライあー。 なんか湧いてるよなんで湧いた今ノーバン外野からあガ外野からあれかタッチアップそタッチアップって何ガ外野からノーバンでホームに戻ったから 今のってさ、フライが上がってる最中に三塁のやつがあツーアウトだからダメなのか三塁のやつがホーム行ってもあと146キロだって速っ。 てる間にスタートしたらいいけないあ、そうなの補給してから動かなきゃいけないのあえ、そうなのふわーってなってる最中はダメなのえ、なんか急に強くなってない石橋。やっぱ、え、石橋五郎君スタイルもしかしてやっぱ最初に満塁になってからが一番強いみたいなえ、俺上がったらもう、 走っていいもんだと思ってさ。弾がもう打ったら、打ったら瞬間からもう走っていいもんじゃないんだ。え、いつから走っていいの動いてもいいけど、アウトの場合は塁に戻れなかったら走者もアウトになる。あそういうことか。明らかに外野とか抜けるなら、 おきゃけどなお。お、お、おきゃ、おきゃけどって何さ野球用語あ、コメントが出てね。野球用語やめて。あ、OK か。なんかキャッチャーのボディーアーマーが俺の知ってるやつじゃないなんかもっとなんか。 サイコロ正義みたいな形しなかったで犠牲フライっていうのはあれ何の意味があんの自分が犠牲になって類を進めるよっていうこと犠牲フライって。 しげの頃もタッチアップして投手の,のに無茶しやがるみたいなこと言われてた。タッチアップがわかんねえんだけど、何。タッチアップって何なの？タッチアップがなんだかわかんないんだよね。俺わかんないとこはあのほーみたいな。なんかあ無茶してんだぐらいの気持ちいいでしか？あんなあれなんだっけ？あの？なんだっけ？あの？ルイに。 人がいるのに、あの、なんだっけ上、上にこう、なんて言うんだっけ投げるやつ。頭の上まで、球を、構えるやつ。なんて言うの、あれ。なんて言うんだっけそれをやるとやばいっていうのは、知ってる。でも、ゴロウ君は、やるっていうの知ってる。ワインドアップ、そう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 ,そう。 お前はワインドアップの方がチェンジアップ <laughs>。それあれだろう <laughs> あの、変化球だろさすがに俺も知ってるわ。ワインドアップなのに、なんだっけお前はワインドアップの方が投げやすいんだろうみたいな。ルイルイそうの、ルイにいるやつのことは無視して。 ワインドアップで投げろ、ゴロー、シゲノみたいな、そんな感じのセリフがあった気がする。え、でも、お前はそっちの方が、9位が出るみたいな。あれ、田代が言ってたんだっけ <laughs> なんであれダメなのキースやっぱ、あれだな、野球、野球好きなやつは、ちゃんとメジャーも読んでんだな。 タシロか、まあ、ホッシュだから、コモリか、タシロか、キースぐらいしかいねえしな。あと、なんだっけ、あの、外国人のヒゲのやつな。まだマイナーリーグの時のヒゲのやつぐらい。サンダース、そうそうそう。そ <laughs> う面白いね、野球枠ね。メジャーの話ができるってことじゃん。野球枠面白いじゃん。メジャーの話しても。ちゃんと分かってるやつが。 いるわ。二人しかいねえけど。<laughs> いいね、野球枠ね。たまんないね。それぐらいだもんな。だって、五郎くんのキャッチャーやってたの。小森、田代。あ、カイドン、あ、トシくんか。トシくん、サンダース、キース。ぐらいだもんな、多分な。 で、そんな熱いこと言うのは多分。はしとかの可能性が高い。わかんないけど。あとしか覚えてない。ちゃんと読め。メジャー。一番面白いんだから。あの漫画が。この世で。うわ、またメジャー読みたくなってきた。もう毎回メジャー読みたくなるななんかさ、全巻。 電子書籍で全巻セット安く売ってくんねえかななんか俺定期的に読みたくなるから全部欲しいけど70何巻もあるから幅取るからあれでは実本じゃ買いたくねえしでも電子書籍で全巻買うと結構な値段するし3万ぐらいするでしょ多分全巻買ったら電子書籍で 何野球選手ってそのピッチャーってその打たせる方向とか決められんのやばいホームランああ惜しいホームラン見たいなホームラン欲しいって俺オリックスを応援してるんじゃなかったっけ なんかすごいプレイみたいなやっぱり配球によってある程度予測つける的なへええさっきホームランってたのこの人おいブラッシュ今晩どうもおブラッシュすごくないえブラッシュ構えめっちゃトリッキーじゃないえブラッシュなに何それ野手の構えじゃん ファンじゃないけど超応援できるから面白い。そうだね。ジャバリブラッシュ。ブラッシュ構え超トリッキーじゃないすごバッターによってどっち方向に飛ばしやすい,いうことかある。へえ。いろんな構えある。ブラッシュ超いいじゃん。俺ブラッシュのファンになるわ。構えが面白い。あ、なんか顔もピクッ、ピクッてなるから。 なんかあるんだろうなルーティーンみたいなのが。え、いった今、チンタマやられなかったあ、でも、チン玉ガードみたいなの入ってるよね。え、でも絶対痛いでしょ内閣、外閣、どっちが得意とか、へー。あ、内も,もは痛いわ。あ、内も,もは痛いわ。え、あれ、リッカ様の夫やばい <laughs> リッカ様とそういうことできなくなっちゃうよ。 新婚なのに。あ、もう。新婚なのに。新も破壊されたらおしまいでしょう。えああ。若月強制されちゃう。やばいね。え、なに財布持ってんのブラッシュ。ブラッシュ財布入れてんのケツポケットに。あ、若月来るじゃん。 おい若月来てくれニューイヤーバースト若月のニューイヤーバースト見せてもらおうぜ若月が大だだ打席に立つぞ。嬉しいね。楽しみだね。ブラッシュかっこよかったな。え何あれ 観覧車から野球見れる場所あんのめっちゃよくないあの観覧車ならばタダで野球見れるってことじゃめっちゃいいじゃんこれ楽天のホームなんだコボスタ何それコボちゃんコボちゃんじゃん 野球選手ってこの、か <laughs> んらし時代確、確え、なにダゾンだと今、かわいい女の子が映されてんだけど、何の時間それ。なんか、ポンポン持ったチアガールのお姉ちゃんが映されてんだけど、なんでえちえち格好で踊るそうなんだ。かわいい女の子がめでる時間あそういうのあるんだ。 可愛い女の子踊る時間あ可いい女の子,をいい女の子をめでる時間があるんだ野球っていいね野球じゃあテレビ CM の代わりあテレビだと CM 入ってんだ今だ俺さ日常生活の地上波のあれわかんないからさ 感じ野球見たことないからどういう感じで多分映ってるものもちょっと違うんだろうななんかストライクゾーンとか出ないのパワープロみたいにあとどこに球がいったみたいに出ないの 交代の時とかでが多いあーでもまあダゾーンも一応交代の時は CM 入ってたうわババローズめっちゃ出るじゃんルイに。 すごピッチャーかっこいいな投げ方若槻来るえ若槻どれおこれか若槻若槻も結構トリッキーな構えしてない 俺も若槻2割5分打ってくれ若槻俺が初めて見るさ野球なんだから若槻が打ったとこで俺に野球の面白さを教えてくれ全然ストライクかボールかすらも分かんないもん まず。みんなわかんの野球見てると。ああ、今のは入ってたな、みたいな。それは入ってないな、みたいな。わかんのかななんとなく、へえ。だいたいすご。あ、若月あ、若月やお、ナイス <laughs> 若月パワーで、エラーに <laughs>、若月パワーでエラーになったね。 地味だね。<laughs> ただ地味だね。ありえないぐらい。いやー、このエラーはダメだね。怒られるエラーでしょ、あれ、監督に。グリムバーストぐらい。ニューイヤーバーストではないね。シャドウ。 バレットぐらいかなシャドーバレットぐらいうん。ヒット出すのも大変なんだな出塁率3割 膝より上で肩より下で程よく出したから離れてるとストライクなるほど。あ、何犠牲バント送りバントってやつこれはもしかして。送りバントってやつ送りバントと犠牲フライってやることは一緒やることとか、目的は一緒 送りバントと犠牲フライでバントの方がワンチャン出塁できんのかな馬バントスモールベースボールこれが日本のメジャーで言ってたジャパニーズスモールベースボールこれが日本の野球だっつって だ言ってた。何が悪いバント実際やってみると怖くてできたない。な俺も昔ね、小学生ぐらいの時にね、友達とバッティングセンター行ってバントやってみたら、親指に球が激、激突して、悶絶した覚えがある。<laughs> 親指に球がね、激突して、マジで死ぬかと思ったことがある。 偽牲フライだと点取る目的で遠くに飛ばしてるへえ送りバントは送る目的難しいね難しいブー ランナーの位置によって向き不向きがある。ああ、なるほどね。野球覚えならパワープローがいいあーバントだとホームに近いところに転がすから点取りにくいから進ませる目的がつあなるほどなるほど。そういうことか。別に一塁からアウトを取りに行かなくてもいいんだよね。一塁はセーフになってもホームに最初に投げれば点は取られないみたいなのもあ,あるんだよね。ルールとしてはないよね。 一塁からみたいな俺でもメジャーは前回読んでからそうだよねメジャーは前回読んでっから,、ね、っ読んでっからさ大丈夫知ってる 任して強っ147キロって相当速くないえあれストライクなの外角ってやつ今のが。 ヘン取らせてくんないね楽天 <laughs> ジョー・ギブソンは 最近なんか数字インフレしてて松坂の155キロが最速だった時代が懐かしい。何インフレしてんの野球もなんかそういう感じなのあれ三塁、さっき2、二三塁じゃなかったっけ満塁だったっけあれさっきまで一、二三塁じゃなかったあ、敬遠したの そうなんだ。え、4番と勝負しに行くの何それ漫画じゃん。ホームラン打ってくる、ホームラン。あれ今、どっちが攻めてる今や剛速球って言って160キロの世界。へぇ。あ、安田の方が A バッターなんだ。なるほどね。 漫画知識だけでポツポツよく分かるってすごいな。閉園は分かるよ。送ることでしょ強いから。戦いたくないからで。外国人の方が多分ムラがあるんだろうな。当たったらやばいけど、安定はしないみたいな。そういうイメージなんか外国人の。外国人選手のイメージ。当たったらやばいけど、安定しないから。 雑。いい意味でも悪い意味でも雑みたいな。そういう感じでしょ多分。知らんけど。やばいぞ。だいたい合ってる。だよね。頑張れ、ロドリゲス。敬遠球を打ってさよならヒットを打った信者。敬遠って絶対打てないとこに投げるんじゃないのまあ、ゴロ君も敬遠球嫌がって打ってたけどな。 そんなリアルでもあるんだその分かりやすい敬遠とそのボール玉っぽく見せる敬遠があるのかなそのちょっと敬遠してませんよ風な敬遠と2種類あるのかな 心情すごくね歯白いだけの人じゃないんだ心情って。あるんだ。その意味は何かあんのその、見せつけない敬遠の意味は。実質敬遠、そうそう。その普通に敬遠すりゃいいだけじゃないんだ。よう分からんな、そのあたりが。打者が手を出してくれたら儲けみたいな敬遠もある。何でもあんな よくわかりませんね。まあ、いろいろあるんだろうな。理由はあるんだろうな。理由もなくやんないだろうしな。信条みたいなやつは打つんだ。そういう時打ちにくい球だけ投げて引っ掛けてくれればボンダになりやすい。ああ。悪球打ちはいないのいわき、いわきだっけ リアルでは悪球。あと、類埋めるとダブルプレイ取りやすい。あなるほどね。ダブルプレイが取りやすいっていうのもあんのか。雨降ってんだ。フォースプレイ。い、フォースプレイって。4アウト取るってこと ?3 アウトでいいところ 若月頑張れよ若槻の金玉が破壊されたからなさっきえ太田光もいんのあれなんだいや芸人辞めてプロ野球選手になったんだ本田圭佑もいるしすごいね野球界って有名人いっぱい集まってんじゃん 頑張れまあ一個金玉剥がされたらもう一個残ってっかんね背中も巨人にいるかも。なあ。やば。いい玉。太田光とか、前に飛ばさせ、飛ばせなそうな名前。どういう印象 普通に打たれた。キャッチャーってさ、そのなんか、あの、メジャーとか、メジャーだとトシ君がさ、そのキャッチャーとしてさ、そのキャッチャーが強いみたいな感じだけど、どんぐらいキャッチャーってそのピッチャーの意思をコントロールできんのキャャッチーーのリードのリド仕方で 決まるみたいなことメジャーだと言ってたけど。そういうもんなの基本的にピッチャーはキャッチャーの言い名付けなのリアルでも。まあでも、ゴロウ君は別にそうでもなかった 牽制結構すんだねコネペ牽制ってすんだ野球 キャャッチャーがサイン出すけど首振ることもあるどこに行くか分からない変化球投げられて取れないからお互いすり合わせる必要もああーなるほどね間を取りたい時とかにとりあえず投げる印象間を取るとかいうのもあんのそういうテクニカルプレイもあるの何間を取るって もぎ強いのわっ工事何してんだえ、野球見てる野球見た方がいいらしいから野球見てる 模擬やられてんじゃん今さどみんな試合見ながらコメントしてるんじゃないの鈴木大地がいいんだってよ 鈴木大臣がいるのはいいことなのまったく嘘みんな試合見ねえでどうやってコメントしてんのなんかみんなが野球見ろって言うから見てるえじゃあ俺みんなと一緒に見れてないのもしかして。 俺みんなと一緒に見れると思ってやってんだけど、見てんだけど、そんなことない俺の発言から想像してこ、おかしいな。あ、T ・ヨカ来くんじゃん、また。え早くない ?T ・ヨカダ回ってくんのこんなサクサク進んでいくのなんか全然俺が見始めたから得点がねえんだけど。頑張ってよ。 得点してよ1点も点がない A 試合そうなの点の取り合いとかがいい試合じゃないの さっきからコ師シュあんまり変わってないっていこと変わってないって。いや、結構もう結構進んでるよコ師シュは。えなんかお姉ちゃんが可愛い,いお姉ちゃんたちが踊り始めたよ。乱入大丈夫 乱入してお姉ちゃんたちが踊り始めた。いても立ってもいられなくなって。打ち合いとかえらい長い。あ、そうなんだ。急に、いても立ってもいられなくなったお姉ちゃんたちが踊り始めた。やば。大丈夫かよ。ちゃんねえたち。 ファンが見る人の見てる、なん、いい試合と、なんとなく見てる人のいい試合って全然違う、多分違うだろうな。俺はやっぱいっぱいなんか、点が動いた方が面白い試合だと思うけど。点の取り合いの方がやっぱり見てて楽しい気がするけど。こういう時間があるんだ。うわ。 めっちゃスカートの短い人が踊ってるよ。大丈夫あんなパンツ見えちゃわないパンツ見せる目的でやってんのかさては。え短っみダンスパフォーマンス。もう終わっちゃった。ダンスパフォーマンス。 あれ俺、ラジオペンチなくした。 ハイライトになってる今、ダーゾーン。こういう時ってどうなってんの地上波って。今何してる時間なんで、ハイライト ハイライトするほど。あ、でも、バッファローズ、ヒット3本しか、ないの。点取れないじゃん、それじゃあ。取ってくれよ、点を。若月。頼むよ、若月。 若月が点を取ってくんねえと、俺たちは、グラウンド整備中、あ、そうなんだ。 うん <laughs> そんチャーホたの ピッチャーがソンチャーホーに変わったよソンチャーホー強いのジャイロボール投げるもしかしてソンチャーホージャイロボール だからさ投げられる球種とかあ教えてほしいね。だ誰も見てないもしかして。 ダルビッが多すぎたわけわからん。あ、そうなんだ。ブックマークに入れちゃった。楽天バーサトリックスの試合。 守備ざるもしかして楽天守備ざる勝てるワンチャン勝てる 高卒2年目ってことは20歳この人すごっ高卒2年目であれしてんだプロやってんだすげえな すごい。バファローズ、ルイにはめっちゃ出てんな、さっきからな。点が取れないね。ルイ出てんのにもかかわらず。取ってくれよ。バファしてくれ、バフ。 いくらヒット打っても点取らなきゃ無価値そうだよな。どれだけ類に出てもな。点取れないと意味ねえからな。取ってくれよ。点を。そんな俺でもわかるぞ。初心者の俺ですら、わかる話ですわ。 エントレネと意味ねえんだよっていう。教えてやろうはん、俺が、こいつらに。過去どのチャンネルで見てるのダゾーンで見てます。ダゾーンっていう。ダゾーンっていう。スポーツ見放題サービスで見てます。ダゾーンではない、ダゾーンです。 なんでみんなと多分ちょっとだけラグがあります残念ながらだぞだぞー なんで当然野球を見出したのだからなんかサッカー見,見てたらみんなサッカー知らねえって言うから野球なら知ってるぜみたいなやつがいたから。 じゃあ野球みんなで見て教えてくれよっていう話になった。でも、教えてくんない、誰も。そんないなかった、野球を見てる人は結局。え、今日、今回も満塁毎回満塁じゃない毎回満塁じゃん。大丈夫なのこんな毎回満塁で。 満塁の方がもしかしたらいい球を投げられるのかもしれない、ゴロー君と同じで。あ、若月？おい、満塁で若月来ちゃったよ、みんな。満塁で若カっ来た。見せてくれよ、若カツキ。満塁ホームラン見せてくれよ、若カ頼むぜ。 それが一番見たかったからよ頼むぞ若槻俺たちが一番見たかったの見せてくれよ若槻ならいけるよ俺を信じてる ニューイヤーバースを見してくれ。 若月あ惜しい惜しい若月だねニコ生で DNA でヤクルト戦してるへえニコ生でもプロ野球でやってんだ 若月、やってくれよ若月。見してくれ若月。お前ならできるだろ嫁の復興も今日はピアピュアナトして頼むでなお若月。 来たえ若月お前 <laughs> 本当にこれがニューヒヤラーバースト若月強若月満塁ホームラン打った。はは、若月やば。 すごい、若月。見ろよ、ちゃんと。若月の活躍。若月、すご。これが、守るものができたものの力ということ モるものができるとこんなに強くなれるんだな人ってマジで誰も見てない人なん <laughs> で誰も見てないの意味わかんなくない見ろやバカどもがすげえ若月 ニコ生でやってないかニコ中かよ。普通オリックスより巨人戦見るよ。今やってんの巨人戦。やってねえじゃん。だって巨人戦。やってねえからだよ。やってりゃいいけど。いや、ピッチャー変えられた。早くない ?2 番、2番目のピッチャー変えんの。 2回ぐらいしか出てな,出てなくないやっぱ若槻に打た,れ打たれたらもういらねえんだな。打たれるようなあれはいらねえんだな。選手はピッチャーは。 ってことだよねこれはつまり おかつきすごこんなん上がるでしょみんな式も。わかちコピー。どういうこと すごいな、若月。本当に満塁ホームラン見せてくれるとは。ホームランってそんなぽこぽこ出るもんなのホームランってそんな出ないイメージなんだけど。こんなペコ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 ,ペコ。ホームランって出んの川口がピックアップ引くぐらい。全然じゃん。じゃあ。 すごい若月。だってこの間もホームラン打ったんでしょ若月。めちゃめちゃ強い選手もしかしたら若月。俺が知らないだけで。めちゃめちゃいい選手ってこと若月やん。わちゃん。すごくね、若ちゃん。 去年まで打撃あかんかったけど今年は普通にやっぱ結婚してからってことじゃん。結婚してから若月がやっぱ最強になったってことそんな変わんの守るべきもの。 深か,かってるよね。俺も結婚したらピックアップめっちゃ出る、そういうこと俺結婚が足りないってこともしかして。結婚すればいいのか俺もじゃあ。そうしようかな。簡単だよな。マジですごくない、でもそれ。そんな変わるもんなんだね。 勝利の女神じゃんマジで一家様が難儀やなルルハンの旦那班はんは2軍やのにうちの旦那班はんは ホームランパカパカ打ちますえー、ってことでしょ命運、えー、分かれたわ。 難儀やなぁ。キャルちゃんぽく言って。うちの嫁、あ、うちの旦那が、は、すごいわやばいわよ。<laughs> うちの旦那はやばいわよ。 やばいわよやばいわよ活躍できずに首間近になると戦力外通告された男って 有名な番組に夫婦ともとも出ることになる。何、そんなんがあんの戦力外通告された男なんていう悲しい番組があんの。やば。応援曲みたいなのが流れてる。なかなかおもろいね。へえ。まあ出てくれたわね、ルルキャ見るタイミング増えるからね。いいことだね。 トゥリッティー。トゥリッティー。野球配信かどこを応援するのオリックス今オリックスを応援してる俺。若槻。若槻が頑張るところを俺たちは見ている今。 若月が頑張ってるところを見ている。今日大活躍ね。すごかったさっき。若月ホームラン打ってくれよとか言ってふざけてたのに。本当に打ってくれると思わなかった。いい選手だ。 ススカスカだねでも本当に球場女の子って野球見んの今女の子が応援してたけど女の子って野球好きなん バッファローズ乗ってるんじゃないオリックスめっちゃ見てる球場を上に行ったら半分は女性へーカープ女子とか話題になるあれカープ女子ってだってなんかカープなんかクソほども知らないけど色が可愛いっていう適当な理由だけで好きな ミーハーの話じゃないのカープ女子って。 デレしてたベイスター女子多い。へえ。何ベイスター女子ってベイスターが好きな女子たちオリックス女子はリッカ様しかいないの 優勝したチームに女子が増える。え、ベイスターズって優勝したのなんかベイスターズクソ弱いって昔俺のおじさんかなんかが投げてた気がするんだけど。ベイスターズファンだったけど。ベイスターズファン、なんかうちにベイスターズのなんかいろんなものがあって。ベイスターズファンだけどクソ弱いわ。ガハハハみたいな。ハッカーのひいきチーム。なんでそこ応援してるのえわかんな、ね、い。 なんか好き最初好きな選手が多かったっていうのもあるけどなんか見てたらどん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 好きになっちゃって特に理由はないかな最初に知ったチームがそこみたいな横浜ナ長く優勝したらあそうオリックスは織姫ってでもなんか呼ばれ方が可愛いからっていう理由でオリックスファンい,いね大丈夫呼ばれ方が可愛いからみたいな理由で 織姫になってるやついない横浜ラミレス。ラミレスって巨人じゃないの俺はマンチェスターユナイテッドが好きだけど、好きに理由はないかな ラミレスはもともとはヤクルトあそうなの巨人じゃないのラミレスってラミレスってすげえ巨人のイメージだったあピッチャー変わってるえ楽天ピッチャー変わりすぎじゃない何人まで交代していいの 左利きだって野球も結構あ無限なんだえじゃあ毎毎球毎球違うピッチャーにした方がよくないベンチにいるだけこうしてあそうなんだ 毎球毎球交代した方がじゃアドじゃん。敵に読まれないから。疲れないし。そうしようぜ。俺だったらそうするわ監督。バカだね、監督もね。気づいてないのそのことに。もしかして。登録された選手がそれだけいれば。全員集めてこれぜ。一球ごとに違う選手。一回出た選手はもう出ちゃいけないの。 一度下がったら無理そうか。まあ、でもなんとかなるっしょ。でも。一回、だから9人いないんでしょ。一回ごとに。別の選手出してるわ。うわ、な、だなんかメジャーでもよくさ、慣れてきた頃に、新しい球をやっとよ見えるようになってきたのに。 新しい投手出されちまったらこんなの商売上がったりだぜみたいなセリフあったからさそういうことじゃないの若槻がグラスラ打ったと聞いて飛んできた若槻ね何満塁ホームランのことグランドスラムっていうのなんか言い方おしゃれすぎないちょっと 若月がなんかすごかったよ、とりあえず。それや、毎日はさ、投手が死ぬ。だから先発が長いイニング投げる。へえ。で、どういうこと投手が死ぬって、一回しか投げないんだったら疲れなくない別に。グランドクラス。そんななんか、あれみていな。あいつのひさたたみなエな。X デスのひさたみたいな。 なのグランドスラムって言ったらフレンドパーク思い出す肩は消耗品ドラクエグランドスラムって言ったらフレンドパーク思い出す フレンドパークでグランドサロンっていう言葉あった今年は試合数減ったけど通常143プラスアルファあ、試合がでもそんな疲れないんじゃないの逆に1回しか投げないんだったらヒュンケルって何アデルリン・ロドリゲスだよ今バファローズは 若月がすげえじゃん若月やってくれたね俺もグランドスラム打とうかなリッカさんは見てんのかなこの試合でも全部旦那さんの試合全部見れないね リッカさんもそれなりにいろんなアニメ出てるから忙しいだろうからそんないっぱいやってんだね野球ってね試合数めちゃめちゃいっぱいあるんだね実況の人がこの回も満塁までいけるでしょうねみたいな収録は昼だから収録昼なのかな 公式2個のことかあるでしょ、夜に。え、楽天弱くねなんか、毎回塁出されて、出られてないまた若月がホームラン2打席連続ホームラン打つんじゃない ?2 打席連続満塁ホームラン打つんじゃない若月が。 オフシーズンもあること考えると毎日に近いぐらい。声の仕事で大体朝中そうなの打ったら払う。打てるでしょ若月満塁ホームランならぐらいだったら。簡単でしょさっきやったことなんだから。<laughs> さっきできたんだからできるでしょ若月も。 出た T、っていい岡田。にゃルは指打つためにバフつくから次のグラスラー5点。そうだね。多分そうだうどん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 バフついていって、最終的に。 最終的に、あの、20点ぐらい飛んじゃない。カンストするともカンスト、ダメージが。999999 99 99。得点が入るたびにどん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 。ちょっと、ら荒くないプレッシャーやばくない 選手たちのプレッシャーやばくないピッチャーの楽天。すぐ変えられるからな。結果出ないとすぐ変えられるから。みんなプレッシャーがすごいんだろうな。 打たれるのが続くと2軍行きマジで戦力外通告された男に出ちゃうもしかして戦力外通告された男に出ちゃう出る機会与えられちゃういいお方打ってくれるでしょやっぱり名前がいいもん いいお岡は,はやってくれると俺は信じてるよ。 かならやってくれるえー、もうめっちゃ連続フォアボールじゃんやばくない大丈夫なのこんな満塁ばっかしてて毎試合毎試合。 入れ替えやもう入れ替え今俺 3D プリンターの作業しながら見てるからコメント読めなときいっぱいあるわごめんなダイソーなんてのもあんだ 4回目の満塁だって。すごい。 警察にならん限りは分かってきまわってくる。あれ、ツあれかトリプルプレイとかってことダブルプレイ。やばいやっぱ得点取られないための動きもあるんだな。ファーストいかないんだ今のは。もう一人だから、あと一人でたら、あ、マジで。 暁月すごくないめっちゃ回ってくんじゃん。 え、また変えんの九番出した、わかった気が変えすぎじゃない そんな書ってていいのピッチャーって。五郎君は先発関東投手だって言ってたよ。石橋の方が良かったでしょ石橋満塁からの耐えが強かったでしょ そんんなな変えていいもんなの選手列車やばそう安楽のこのプレッシャーに勝つのがめったに見られないけどえー、カエルピッチャーいなくなったらそこら根足に投げさせたするからそ,れはもうそんなことプロ野球であんのそんなメジャーでしか見たことない俺。 ごく稀に、マジで。メジャー以外であんだ、それ。野球漫画以外であんだ。なんでそれ間違えちゃったのあ、元投手が野手やってるとかある、なるほどね。本当に最後の手段。それで逆にその最後の手段で、勝てんの ランナー、ダイソーもあるんだね。フォースプレーって何速そう。今のピッチャー。日本だと大体うまいやつが投手やるから、プロの,プロの野手には元投手。え そうなんだ安楽強そうここでゲッツーになったらダメってことだよね <ス>あこいつさっきヒット打ったやつじゃんあの時二十歳のやつじゃない若いって言ってたやつだね太田覚えてきたもう後ろから見るとあんま分かんないけどやっぱ変化してんのかな変化球だしな 本格的にオリックスさんンなことしてる。やばい、強い。今の道。やばい、この、このピッチャー、強いぞ。そうそうやらせてくれない。若槻次。まだ若槻の2打席連続満塁ホームランは見れる あだちだった。わかっきじゃなかった。うわあすげーえ。え二点？ よし、さすがに満塁とまでは行かなかったかさすがにまた若月打ってくれるでしょう。 足立前回も類でしたよな走塁したよな出塁足立強くね全然 3D プリンターの設定が無理がうわ若槻うわ若槻うまっ足立バフかけてるよね 若月いい選手じゃん、めっちゃ。若月めちゃめちゃいい選手だわ。もしかして。 ええとか見た後にパープローの選手の能力見ると面白い。へえ。若月めちゃめちゃいい選手じゃん。どういうことこんなにいい選手なの若月は。これで打席が今まであんまりだったのこの選手。すごないそんな変わる とって <noise> <noise> でも選手買い放題って強いな。結婚してから変わった。やっぱすげえな。結婚。俺も結婚したら変われるかな。チャンネル登録者10万人いくかな。 俺が見始めた頃は負けたのにな、オリックスな。すげえや。見てよかったね。こんな若月強いんだったら。若月のファンになります。 相手が声優で宣伝してくれれば登録者きながある。そうだな。空と結婚すら待って。空と俺の婚約発表。待っていてください、皆さん。なんか 3D プリンターがうまく全然うまくできない。なんでだ サッカーちゃん、野球ちゃんと見ると話かな全然 3D プリンターの設定がうまくいかん変な半時に粘着からう絶対されるだろうな人生言うと。 結婚したっていう一般人多分いないよねやばいっしょえ強くないオリックス若月も帰っちゃう超強いじゃん楽天クソどこじゃない 楽天ダメじゃん。頑張れよ。楽天周囲でオリックス再開 <laughs>。嘘 <laughs>。真逆じゃん。真逆。 うまくいかねえな、印刷が。なんでだろう。若月ソープ作ってる。真逆の心に気づいて。若月。若月。今日ヒーローインタビュー若月じゃん、絶対。 なんでこんな印刷できないんだろうなんか歌い歌い始めたいないの立花さま次今何回 ?7 回 次から。でも歌歌ってる、なんか。陽気の歌歌ってる、陽気の歌。あ、しかも、可愛い子ちゃんが踊ってる。あ、楽天の歌だ。羽ばたけ楽天イニューグルス。どういう気持ちで見たらいいのこんな。あっぱいしてる中。 見なななきゃいけないいけのって釣らない7回はラッキーセブンって言ってどこの球団も歌流れるへえラッキーセブン言うてそのホームごとであホームだから今楽天の歌歌ってんだバッファローズはやんないの この回100点取れると思ってる。<laughs> <laughs> 歌いながら。どーどど、どーどどー、雪見大福、みたいな。雪見大福みたいな曲じゃなかった楽天。うん、楽天もしかして雪見大観野球は10点差でも100点差でも物理できちゃう逆できる。まあね。 時間制限ないのはいいよね、でも。サッカーってどうしてもさ、残り5分とかになっちゃうとさ、3点差とかだとまあ無理だろうな、みたいな。なっちゃうけど。やっぱそれないのはでかい、野球は。いくらでも時間が許さない限りでも大丈夫だから。 時間が許さなかろうがなんだろうが暁超嬉しいだろうねこんなたくさんいろいろやったら。 2:9そう若月が5点取った爆走の若月になったメッシ読んだら 楽天だしメッシイニエスタに知るやらせそうだよなメッシとスアレスとグリーズマンと あとは誰だっけバルセロナ、誰がいたっけに、守備やらせよとりあえず。やばい、でも、楽天はまだ、勝木でいるな。まあ、まだ7回だからね。だって若月が2回で5点取ったんだったら、楽天だって2回で5点ぐらい取れるよな。全然。 取れるってことだよな若槻が取れたんだからホドルスキーが始球式に来たことがあるなんで野球好きなのヴィッセル神戸にいたから <laughs> そういうこと シンプルにそのコネでってことね。全然関係ないけど、コネで来ましたみたいな。そういうことか。僕はコネで来ました。お金をたくさんもらって、給食費に来たのです。みたいな。そういう感じ。 結構いい球投げてた <laughs>。まあシンプルに元の身体能力が高いだろうよね。プロスポーツ選手なんて。何やらせても大体はできるでしょ。第一戦で。黒色の名前アメリカどっかで始球式してたけどめちゃくちゃあった。へえ。 クリロナもダメなんだ。だクリロナ意味わかんないダンスの詩。結構クリロナってなんか金さえもらったら何でもやれるイメージだわ。多分。<laughs> 日本にも来てたし楽しそうにタオル振ってたし。ナオトインテライミの曲聴いて。若槻9番なんだ。出たなんだっけこの人。 <laughs> の人やば抜けた俺の好きなやつこの外国人かっこいい構えがかっこいい。 なんで走るとこだけ土のグラウンドなのフラッシュ。全面土とか全面天然芝とかじゃダメなのスライディングするから。 これ流れる曲自分で選べんのめっちゃ肝太がやったらじゃああそこなんかごちゅうとかにできんの心ぴょんぴょん待ち考えるふりして流せんのええー、いいないないの誰か肝太一人ぐらい。こんだけサッカースプロ野球選手いるんだから一人ぐらいごちゅう流すってやついないの心、だから、ま、若月がさ ちゃんとあのコンチキ流したいんだよな。今コンチキチンコンチキチン。祭りだ祭りだおこしやす。若槻がそれぐらいやってくんねえとさ。お月様さま。あんなりとゆめ。昔横本選手がうちだまやの曲流してた。 おまれたぞチャンスあんじゃんってことはあれ印刷できないマジで印刷できないな、ちょっとなんでだ <laughs> 今、こんちきちん最近の声優さんはプロ野球選手と 結婚するらしいからな。マレーいたそうもん。プロ野球選手と結婚するのか。マレーいたそう。 今、カジュアルアニオタだも増えてきたし、そのうちまた出てくるかもね。一番流れたらキモい曲って何があるかなご中佐かなやっぱり。 なんかその、もっとキモいのがいいよね。なんか一番香ばしい感じのやつがいい。何それみたいな。一生クレビアのスケベが大好きーっつって。<laughs> なんかあれみたいな感じだよね。あのー、 放送部とかに入ってアニソンばっか流すやつみたいな。いるよね。放送部入って、アニソンばっか流すやつ。それみたいな感じで。ハッピーニュー、あ、ハッピーニューにはいいね。ハッピーニューにゃはじめまして。君にあげる最後のオーバーラン チュ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 ュュ,ュミモリンの曲流した選手もいる。遊ぼう遊ぼうここにいるよ眩しい眩しい夢があるよ冒険が挑戦を連れてきた問題解決。謎が謎を読んでいるよ生まれたての夢があるよ忘れないで正解は ただ,ただいっぱいあるでしょうもっともっとやってくんねえかなやっぱり一番やってほしい曲といえばそれだよね俺が。 やばい緊張してないピッチャー。やっぱ三塁ロッテの応援団のチャンステーマにきらめきられるとかさ。へぇ。もっともっと。それはどういう理由で地球で輝くキチジャペスがンュンモアジンダーがドンジンスタンリときめきらりもっともっと。キュ,ンキュン 地球で輝くピカリン。チョン,ン,ン,ンパンガンザンサンペンスチョンピンダンボワッド。贈り物サンデー流さだドゥンドクドゥンッドゥン,ッドンッ。続いて、ラジオネームおもしろくんからの投稿です。野球選手なのに。 ヒットが打てません。どうしたらいいんでしょうかうん、別にいいんじゃないですかね。だって。チュベステンドゥベセンジャガスンビパステンギョースペンデンオクシモロンイェパスンデンタラストピン。パスタポンポンバン。チョンドンダサンバカンダスンダポン。チョンドンバサンダポンドポンドポン。よくねえよ。 いいだろう野球選手でもヒットプロ野球選手ですけどヒットを打てませんどうしたらいいんでしょうかうん別にいいんじゃないですかねだって若月が全部打ってくれる1試合ですごい得点取って若月めっちゃ強いです めえじゃ強強オンイエイやっぱアイドルマスターだよな時代はファウルボールにご注意くださいあやっと印刷できた8時間かかる印刷に。 でも130キロぐらいなんだねみんな結構百三なんか変化球とかだと大体130キロぐらいなんだね150キロの変化球投げるやつとかいないんだそういう漫画みたいなやついないの やばい楽天が乗ってきてるピッチャー変えたら大谷、大谷ってそんな強いの大谷、まあ、あれみたいな、リアル五郎君みたいな話聞いたからな。累進危な。 阪急が大事だから早ければいい。でも早い球投げられると遅い球を投げられるんじゃないのそういうわけでもないのかな早い球投げられようが、別に関係ないのかな リックス変えたピッチャークローザークローザーは知ってるよ単語ゴロウくんがクローザーだったからゴロくんですらゴロああゴロくんですらね肩を壊してしまうという恐ろしい現実だからねやっぱね野球なんて遅く投げようとしてるのバレると狙われるへー セットアッパーは分からん。セットアップする人でしょ <laughs> ツイッターで若月プリンセスオン。え、若月何こんな調子いいのレアなのもしかして。ツイッターで流れるぐらいってこと俺今日奇跡的にめちゃめちゃいい若月見れてるってこと俺のおかげもしかして。俺バフかけてる、ま、若月に。 まあ若月俺の配信見てっかんねやっぱり去 <laughs> 年はクソボール振ってたりしたからこんな若月もう二度と見られない <laughs> そんなレベルなの <laughs> 俺が俺が見てあげればいいってことでしょ若月のこと毎回 毎日俺が若月のこと見てやりいいんでしょ。そうすれば若月いい球投げられるよ。張り切るでしょ。俺が見てんだから若月も。 あいつデレライブで話題になるぐらい湯に売れてなかった。そうなんだ。 結婚発表でワーク付きでグッズ買う人が増えた。ええー。みんないいやつだな。オタクたちも。なんか 3D プリンターの一層目がぐずぐずなんだけど、これどうにかどうなってんの今までにないくらい売れてる。オタクたちすげえな。 今年の暁はやばいわよなんで 3D プリンターいっそめずたずたになるんだろう めちゃめちゃ1層目ズタズタだな 3D プリンターのなんでこんなズタズタなんだ 3D プリンターの調子が悪いなもうぶっ壊れたかもしかして なんでズタズタなんだ、3D プリンター。 よいしょ。え、またピッチャー変わったの、イーグルス。イーグルス、ピッチャー変わりすぎだわ。ちょっとばかし よいしょ若月見せてくる若月 いるじゃん若槻って守備位置どこなのキャッチャーだって。キャッチャーらしい。 またルイ出てるし。強くなオリックス。オリックスっていうチーム強いのさぞかし。順位も高いんだろうなね。これは順位高いわ、絶対。こんなにきットバカスカ打って。絶対。 強いチームじゃん、これ。まあ、1位が楽天って言ってたから、まあ、1位の楽天にここまであの点取れるってことは、多分まあ2位とか、ギリギリで2位、ほぼ勝って、これの試合で勝ったら1位になれるぐらいの2位じゃない、多分。こんな強いんだから。もちろん。 そうじゃゃなきゃおかしいうん、やばいてきちゃった牛乳しようかなオリックス勝つでしょってもうオリックスが勝つに1票 野球って引き分けあんの絶対延長すんのロッテに佐藤俊也ってキャッチャーいる。マジで言ってんのめちゃめちゃいいじゃん。ロッテ応援しねえと。じゃあ、そんな一番いいじゃん。古くないそんなの。絶対メジャー読んだべ。 メジャー読んでから名前変えたいでしょうね。12回まで同点だったら引き分け。今年はコロナルールで10回まで。あ、そうなんだ。すぐじゃん、10回なんて。 あもうこ雨降りすぎてぐちゃぐちゃになってんだ真っ白だねまた満塁じゃんすぐ満塁じゃんえー、中断 今日は楽天、救援投手陣があかん。何、救援投手陣。中断ってどうすんのアン澤さん、なんかね、霧っぽくなってんだと思う。た分小雨が、強い小雨というか。 なんかプリンターが全然印刷できない感じたサッカーダメで中断しないしない。もう土砂降りの中やってる、あいつら。やむまで待つか、このままゲーム成立で中止になる。まあ、圧倒的だからね、今ね。オリックスが。 なんかこれで終わったらめっちゃしょっぱい試合じゃないあのー、楽天ファンからしたら最悪じゃない <laughs> 屋根つけりゃいいのに ドームじゃないのね。チームは負けるし、雨に濡れるて踏んだり蹴ったら本当だよね。せっかく最初勝ってたのにな。しかも今、これ再開してもノーアウト満塁。どうすんだよ。強くねあれ。オリックス。 バファローズ強くね。今日は勝ってました、負けたりするそうか。 明日の試合見ても抜けてるふう言えるとかそんな弱いのオリックス。<laughs> だから最下位 <laughs>。そんなこんな強いのに最高じゃんだって今んとこ、オイックス。編を取る最高のチームじゃん。コスコスしてる。ごめん、コスコスしてるわ。 もうくっついちゃって3 d プリンターの土台に全然取れない 野球で3時間以上やるんだね。投打にいい選手いるんだけどね、なるほどね。 どれぐらいまでひどくなったら試合休憩になるんだろう取れねえ、もう新しいこの台座欲しい。 からが雨が止まなそうだ、やまなかったりしたら、どれぐらいまでが、どれぐらいまで雨でやるのかっていう話だよね。雨じゃ基本的に打点中止なの、野球って。 う方だとこのあと雨なんだって C と <noise> いつくるってことなんか引くの一回雨。 3D くらいだったらやる 3D プリンターの話 3D プリンターの、あれは、まだ多分、8月とか。なんか、普通に、あのー、アリエクス、アマゾンで買ったんだけど、アリエクスプレスで注文した方が早かったらしい。アリエクスプレスだと、アリエクスプレスってなんか中国の通販サイトで買えば2週間後とかに届いたらしいんだけど、なぜかアマゾンだと1ヶ月後なんだよね。アマゾンの方が高いし。ミスった。完全に。 アリババだから要注意。何アリババって。中国の直接買えるのうん。なんかアリエ、大体なんかそういうニッチな商品はアリエクスプレスで買うのが一番いいぞみたいな。そういう風潮あるよね。 まあできないことはないだろうけどまあ普通になんか別のあれで買えば他にもこういうシートって売ってるから。 まあそれ買えばいいんだろうけど。まあただ結構サイズがでかいやつだからさ、俺の買ったやつ。専用のやつ以外だとそんなに代用がきう、聞くやつが売ってなかったんだよね、アマゾンでちらっと見たけど。 よいしょなんかしかもこの台座が台座の調子が悪いんだよね。なんか 3D プリンターって四隅の高さを調整俺が持ってる 3D プリンター四隅の高さ調整できるんだけど真ん中が高いんだよね。四隅しか修正できないのに真ん中の位置が高いってなってくると困っちゃうんだよね。 <ス>6連戦なんかやんの何6連戦って。安いプリントが捨ててインクでお金取るみたいな感じで 3D プリント代替でお金取る。いや俺の使い方が下手なだけだと思うんだよね、ただ。 6連戦なんかやんの野球あまあ、コロナでスケジュールぐちゃぐちゃなのか6連戦はえぐいね飽きない同じやつと6回も連続でやってまたお前みたいなバレそう 弱点めっちゃバレそうあお前こいつ普通3連戦あでも普通でも3連戦は済んだ オリックスは今年同じ相手に6連で敗者。<laughs> クソ雑魚じゃねえかよ。一試合勝てよ、同じ相手なんだから。6立てはやばいでしょ。 なんかいい 3D プリンターだとこの設定とかも毎回変えなくていいらしいんだよね。一回設定したらもうだいたい動かさなくていいらしいんだけど、俺の 3D プリンター毎回しっかり設定しないと、調整しないと、全然動いてくんない。ちゃんと、まともに。 こういうとこ考えるとやっぱ安いやつじゃなくていいやつの方が良かったのかな。 うん。<laughs> これで終わりかな。めっちゃしょっぱい終わり方しない？これでこのまま終わったら悲しくない？ で今日から強くなるよオリックスは俺が見始めたからなぜかというと 野球もそんな見てる人いない実はもっとみんなで野球見てよ俺ほぼ野球の話してないやつ <laughs> 若月がうんちゃら私と <laughs> も野球枠あるのうん微妙 知らねえとな。俺が分かんねえから見ててそんな楽しめねえからな。もっと分かる人がいっぱいいるんだったら話は別だけど。一緒に見てる人がまず少なすぎる。枠にいる人ですら見てない人がいるから。<laughs> って考えると。雑談したかった。民放、ニコ生の。 民放試合なら見れるけど。ああ。バズン入るしかねえよ。やっぱり。見てくれ。暗記して見てる人何割か調べよう。1割。 1> 1割もまずこの配信を向いてる人が多分少ない中断中なに何を話すと中断前もでしょ中断前もほぼ話すことなかったから楽天 TV なら年間2000円で見放題年間2000円なんだええ安っ ダゾーンなんか月間2000円なのにコロコロコミック月4冊買うのと同じ値段だよやばくないそうやって考えればやばい。 パ・リーグ限定か。週刊コロコロ神。そうだね。2000円でさ、こんだけいろんなスポーツ見れるって超安くないバタツキ顔かっこいいな。キリッとしててかっこいいな、バタツキね。 マジ 3D プリンターの調子がありなんでだ壊れたもしかして。 さっきまでできてたんだけどな。他の試合終わっちゃったんだ、もう。一番長い試合見てたってこと俺。俺たち。一番長い。あ、巨人やってたんだ、今日。なんで一番長い試合見ちゃったんだ若月強かったからいいけど。 巨人。ペイペイドーム。マークだけ見せられても分かんねえな、今。今なんか、マークとどっちのチームが勝ったかっていう書いてあるんだけど。ダゾーンだと。どっちか分かんねえな。マークだけじゃ。ソフトバンクだっけ、オリックスって。 えソフトバンクホークスじゃないのソフトバンクは。オリックスは、バッファロー、オリックスバッファローズ。オリックスじゃないどういうことえ、どういうことって、何に対してどういうこと初心者に優しくないよな。そのチームマークと点数がだけ出てて。 チームマークだけだとどのチームか分かんねバファローズ、そうだ、バファローズだ。企業名2つとか意味不明。企業名2つもないんじゃないオリックスが企業名で、バファローズがチーム名でしょ。 終わった終わっちゃった終わっちゃった なんて絶微妙な。<laughs> 明日なある復刻なので頑張っただけで、田中そうだね。明日、うちの奥さんのキャラクターがゲームで復刻するんで、えー、それを弾いてもらうために、皆さんに弾いてもらうために、頑張りました。いってほしいね。 聞けたか 3D プリンター若槻でしょでも絶対インタビューがあるとしたら一番点取ったでしょ若槻キャンが。 かわいそうに。雨降ってきて、かえ 3D プリンター放送にする。3D プリンター放送は多分ね、誰もね、需要がない。うわ。え、やっぱぐちゃぐちゃになる 3D プリンター。なんで なんでこんなズブズブになるんだろう少なくとも倍にはある1人かよなんでこんなじゅくじゅくになるんだろうまだ買って12週間だよなんかねすげえじゅくじゅくになるんだよね なんでか知らないけどインタビューハイライトしかしてないうこうやって過去の映像見直すとすげえ鮮明だな過去の映像見返すとすげえ鮮明 何がいけないんだろう熟熟になるのはすげえジュク熟ュクになる。 じゃあこれハイライト終わったら今ハイライト出すのハイライトやってんだけどあんのかな勝利者インタビューないんだったらもう見なくていい気がするけど どうしてだろうななんで調子悪いんだろうさっきまで印刷できてたんだけどな普通に。 俺もさっきまで恋したエアコンが止まった。なんかあれかな世界中の電子機器が破壊されるなんかウイルスみたいなのがばらまかれてるのかもしれないな、もしかしたら。ことしか考えらんねえよな。もう。うん。 ベデルギウス今年爆発する何ベデルギウスって星 おいしうわすげえ土がぐちゃぐちゃになんないそうか毎日やるから土がぐちゃぐちゃになんないようにあれしなきゃいけないのかシートとか引かなきゃいけないのか大変だな。 あ,あれなかった終わりそう締めに入りそう。 インタビューってするもんじゃないのそれともダゾーンがしないだけ貴重な若月インタビューがあ終わりそう終わっちゃったしかもあれなんだあのーオリックスが攻めてる最中に ホールドとかになっちゃうんだね。もしかしたら勝てたかもしれないのにな。かわいそうに。まあ、以上で終わります。ちょっと 3D プリンターの調子が悪いので、それを頑張って直します。以上。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。お疲れ様でした。